どうもこんにちは、オノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただきます。最近ですね、僕新しく Mac を買い替えましたって話をしまして、今まで使っていた MacBook の12インチからですね、こちらの13インチに変更をしたんですね。で、結構僕Mac 買い替えることもたまにあるんですけれども、いつもね、そのまま同期というかバックアップを取るんじゃなくて一からね環境を作るのが好きなんですよ。前の Mac からそのままねバックアップしちゃうと、いらないファイルとかね無駄なファイルとかもそのままね新しい Mac に引き継いでしまうような気がしていて、一からね新しいアプリを入れて、必要なファイルをね、それだけ入れてっていう形で、環境をね作るのが結構好きなんですけれども、新しくねこの MacBook の13インチも環境が作り終わりまして、いつも通りですね仕事だったりとか、この動画の更新ですねができるようになってきました。あとこの MacBook を、手動でね一からこうセットアップすることにおいて、個人的にこう、いいなと思っていることが一つありまして、それやっぱりねこう、いるアプリとかいらないアプリをね、この機会に取捨選択ができるっていうことなんですよね。で僕もですね、ずっとこの Mac を使ってるんで、そろそろね、この MacBook を新しくこうセットアップする時の、必ず必要なものというか、毎回ねこの構成になるなっていうのが固まってきたんですね。なので、今日はね、僕の、この MacBook に入ってるね、中身ですね、これは必要なもので、こんな感じでセットアップをしますっていうね、この MacBook の詳しい中身についてねご紹介を、したいなと思っています。で、僕はねその MacBook 12インチもそうなんですけれども、この13インチに変えてもそうですし、なんならねこの後ろにある iMac ですね、 iMac の中身もほぼ一緒です。全部ね同じ環境で仕事ができるように全部統一して、セットアップをしています。なので逆に言うとね、今日ご紹介するセットアップをそのまましてもらえれば僕の環境とねほぼ、同じになるので、もしね、Mac こう使い方、考えてますとか、参考にしたいですという方はですね、見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあね早速行ってみましょう。はい、今こちら側にですね僕の Mac の画面映してるんですけれども、これ13インチの、画面ですね。でまだね、モハーベからカタリーナにアップデートしてません。この後ねアップデートする予定なんですけれども、こんな感じで基本的にねデスクトップは常に空の状態にしています。空の状態にしていて、必要な時だけここにこうファイルを置いて終わったら片付けるっていうね運用方法にしています。で、まずねアプリとかの紹介もあるんですけれども、最初に僕がこの、MacBook を買ってセットアップする手順として、環境設定から、まずトラックパッドですね、トラックパッドの、このクリックタップでクリックっていうところを、オンにして、このタップだけでもクリックができるようにしますというのと、あとクリックを弱にして、あと起動の速さを速いにしています。これはもう完全に好みの問題なんですけれども、ちょっとね弱めのクリック感がいいなっていうのと、結構ねこう、最小限の動きでこの、マウスのカーソル動かしたいので、一番ね高速にして、ちょっと動かしただけでねスッと、このコアカーソルが動くようになっています。慣れは必要なんですけれども、慣れたらね、すごい高速にこのカーソルですね、をこう動かすことができるので、これはちょっと参考程度にしてみてください。で同じ感じでですね、キーボードの設定もしまして、キーのリピートと、リピート入力認識の時間っていうのを、ちょっと早めに設定をしています。これは何かというと、この同じデリートキーとかを、ね、長押しした時にどれぐらいの速さでこう消してくれますっていうのなんですけれども、結構普通だとトン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 って消してくれるんですけど、この速いにしておくとバッと一気に、消してくれるので、文字入力とかを、する時に役立っています。でもう一つね最初にやる初期設定というか、セットアップで言うと、これですね、Mac ってこういろんなデスクトップをね、この Mac の中に作れるんですよ。これは何用のページ何用のページっていうのを設定できるんですけれども、僕はですねデスクトップを9個運用していて、これはね前動画でもお話ししたんですけども、ここの9つのデスクトップにそれぞれねアプリとかを割り当ててます。例えばね1番目のデスクトップには Spotify を振り当ててあげて、すぐにそこに移動できますとか、ブログの場合は2番目のデスクトップとか、動画を作るときは5番目のデスクトップとかっていう形で、デスクトップにねそれぞれ役割を持たせて、その中でね動作を完結できるようにしています。で、そのねデスクトップの移動もこれショートカットキーっていうのがあります。
まして、コントロールと、この数字ですね、コントロール1を押すと、1番目のデスクトップ、コントロールと5を押すと5番目のデスクトップっていう風に、一瞬でこれ切り替えをすることができるので、まあ、これを使うことによってですね、まあ、高速でこうデスクトップを行き来して、まあ、それぞれね、その専用のスペースでやりたいことをするっていうのをね心がけてます。で、まあ、こんな感じでね、Mac の、まあ基本的なシステム的な、セットアップをしていきます。で、続いてね、僕がよくやるところで言うと、これですね、 Google 日本語入力っていうのがありまして、Google がこう提供している、まあ、日本語のね、テキストを打つ時の、ソフトなんですけれども、これを入れています。まあ、なんでかっていうと、非常にですね、 Google 日本語入力はねアップデートが早いので、流行りの言葉とか、あとはねこう変換の精度とかもね非常に高いんですよね。まあ、これは本当に一度使ってみてもらえると分かると思うんですけれども、まあ、文章をねたくさん打つ人はね絶対これおすすめですね。 Google 日本語入力ですね、これを、日本語を打つ時の、基盤のソフトにしています。続いて、アプリですね、ちょっと見ていきましょうか。まあ、こんな感じで、僕の、入れているアプリが出てきてるんですけれども、まあ、正直ねそんなにアプリの量としては多くないと思います。ほとんど、最初から入ってる純正のアプリと、あとねちょっとしたアプリが入ってるっていう感じですね。で、この中からですね、まあ、僕の必須アプリというか、ご紹介したいものを、説明していきますね。メインのブラウザですね、メインのブラウザは僕はね Google Chrome 使っています。まあ、これはねあんまり説明の必要ないかなと思うんですけれども、やっぱりこう Google が作ってるだけあって、まあ、ユーザーが多いので、まあ、拡張機能が非常に多いのと、まあ、動作が高速、という形で、この Chrome 使ってますね。でこの Chrome 使ってると、今僕はあの Android の Pixel 4を使ってるんですけれども、そことの連携もすごくスムーズなので、この Chrome をね、ずっと昔からメインのブラウザとして使っています。で、まあ、あとね、まあ、この Google の拡張機能的なところをお話ししておくと、これですね、この新しくタブを開くとね、僕こんな感じで、なんかおしゃれな写真と、時計ですねっていうのが出るような、拡張機能を、入れてまして、これエンバークってやつですね。僕の後ろのこの iMac でも映ってる時計もそれと同じなんですけれども、このエンバークっていうのを使うとね、まあ、おしゃれな写真とね、時計表示してくるの、これねちょっと細かいんですけどね、おすすめですね。まあ、この辺の Chrome の拡張機能とかはね、まあ、かなりいろいろあるので、また別の動画でねお話をしたいなと思います。続いて僕のメインの音楽視聴系のねアプリなんですけども、これはね Spotify 使っています。で、Spotify ね非常に僕大好きで、もう肌身離さずですね、もうずっと聞いてるんですけれども、やっぱりねこう音楽のリコメンド機能がねめちゃめちゃ優秀ですね。もうこの音楽君好きだったらこれも絶対好きだよねっていうのをもう精度高くねリコメンドしてくれるので、まあ、それだけでもね使う価値あるなっていうのと、あとね、僕の場合 Android も使ってるので、この Mac とね、Android 横断して使えますっていうのもいいところですし、音質もね、非常にいいですし、まあ、かなりねこれは気に入って使ってますね。本当にこう、まあ、必需品とも言える、まあ、アプリの一つですね。音楽はこの Spotify で聞いています。で続いてこの動画の編集ですね、この、まあ、動画をね僕は Canon の EOS RP っていう一眼のカメラで撮って、マイクをねここにある、まあ、ピンマイクでね収録をして、この MacBook の中に入れて編集してるんですけれども、主に今使ってるソフトはね Final Cut ですね。まあ、これもね今までいくつかあの、まあ、プレミアとかねダヴィンチ試してみたんですけども、なんとなくね、まあ、最終的にこう僕が今、一番合ってるなって感じてるのはこの Final Cut ですね。なんでこれを選んだかっていうと、まあ、非常に、ね、動作がまず軽いです。まあ、12インチでもね動かせたぐらい、非常に動作が軽くて、まあ、それでいてね、UI とかも分かりやすいので、まあ、本当にねこうサクサク動画を作れるんですよね。まあ、もちろんね凝った動画も作ろうと思えば全然作れるんですけれども、まあ、僕ぐらいのね、まあ、実力だったら全然このファイナルカットでね今は十分だなと思ってこれ使っています。まあ、ちょっと参考にしてもらえると嬉しいですね。で、あとはですね、同じような感じで、写真の編集は Lightroom っていうアプリ使ってます。 Lightroom Classic っていう Adobe のソフトを使っていて、ここでね、画像のね編集だったり、まあ、現像っていうのを行っています。で、まあ、この Adobe のねソフトは、他に使ってるものとしては、Photoshop ですね。これはまあ仕事でもそうですし、まあ、普段のね、この動画の活動とかブログでも使っているんですけれども、まあ、主にはね、まあ、サムネイルを作ったりとか、まあ、ちょっと、ね、アイコン作ったりとかっていう感じですね。フォトショップも、Adobe のクリエイティブクラウドのものを、使っています。
同じような感じで、ブログの編集ソフトでいうと僕はねマーズエディットっていうアプリを使っていますね。まあ、最近はね本当に月に1回ぐらいとか、しかあのブログ書いてないんですけれども、今までねずっとブログを書くのにこの、アプリを使ってきました。もうこれで、ね、2000記事ぐらいね書きました。それぐらいね、まあ、すごく気に入ってるアプリなんですけれども、何がいいかってあのブログ書いてる時にねその隣にねプレビュー表示してくれるんですね。ブログの画面だとこういう感じで表示されますよっていうのをリアルタイムで出してくれるのと、あとはねローカルにこれあの文字保存してくれるので、まあ、途中でねこうネットの接続とかが切れても、ブログ書き続けられますっていうところがね気に入っていて未だにね使っています。まあ、ちょっとブログをやる人は参考にしてみてください。でこれもねちょっとまたマニアックな話になってくるんですけれども、フォトバルクっていうね画像をね、圧縮するアプリもありまして、画像のねこのサイズをこう、まあ、ちっちゃくしてくれてなおかつ、ね、圧縮をしてくれるっていうアプリがあります。本当に50枚とか100枚とか一括でこのね、画像のサイズを揃えて圧縮をしたいとき、でかつね名前もね全部揃えて、保存したいときにこれ使えるので、これもね、非常に便利でもうずっと長いこと使っていますね。で他にはですね、これですねデイジーデスクっていうアプリがありまして、これはあの Mac の中の容量をね可視化してくれるアプリです。この円グラフ上で、今ねどのアプリがどれぐらいこう、ま、容量を使っていますよっていうのをこう、表示をしてくれるんですけれども、結構ね、ま、動画とかやってると容量圧迫すること多いので、これでねどのアプリがこう、ま、使ってるのかなって見ながら、ま、適宜ね、この中身を削除しています。なのでまあ僕の今まで MacBook の12インチ512GB やってたんですけれども、まあ、それでもね全然あのこのデイジーデスク使って、まあ、中身整理してたのでね、まあ、半分ぐらいでねずっと運用できてました。一応ねこの MacBook 13インチは、1TB で買ってるんですけれども、まあ、できれば 1TB 使い切らず 500GB ぐらいでね、常に運用していきたいなと思っています。続いて、もうちょっとね、細かいところなんだけれど便利なアプリを紹介しておくと、これはねこの間紹介したんですけどマジックコピーっていうアプリですね。 MacBook でコピーした、テキストをそのままね、Android とか iPhone とか、いろんな端末に、そのままね同居してくれますっていうものですね。かつ、クリップボードの、ね、履歴が残るのでコピーした文章を、そのままいくつかストックして、また使うことができますっていうアプリですね。で同じようなアプリで、もう一つ Paste っていうアプリがありました。これもねコピペを拡張してくれるアプリですね。ショートカットでポンと押すと下からね、この今までコピーした履歴がバッと上がってきて、キーボードで選択をしてあげると、まあ、昔コピーしたね、テキストをもう一回まだ、コピーだったりペーストができるっていうものですね。まあ、結構このウェブページ見ながら、一個一個ねコピーしてまた別のファイルにこうペーストしてってこと多いと思うんですけれども、このペーストを使っておくと、まあ、コピーっていう感じで、最初にウェブページでいっぱいコピーをしておいて後から必要な部分だけこうペーストをしておくっていうことが、結構ねスピーディーにできるので、これはねすごく役立ってます。まあ、さっきのマジックコピーとの使い分けとしてはペーストの方は、この Mac で使う基本的な、ね、コピペの管理で使ってるんですけど、マジックコピーの方はどっちかっていうと、まあ、この同期ですね、このスマホと、この PC の同期っていうところで使ってるっていうのがね主なところですね。あと同じような文章入力でいうと、まあ、これもね手放せないなと思ってるのは、Type It For Me っていうアプリがありまして、これはですね、あらかじめ決められたキーワードを打つと、それをね自動で変換してまたテキストを入力してくれますってものなんですね。どんな感じかって言いますと、まあ、例えばこんな感じでこうメールアドレスとかね自分でこう打つの結構めんどくさいと思うんですけれども、僕の場合はですねこの Type It For Me のアプリの中で、セミコロンメールっていう風にキーワード入れてるんですね。そうするとあらかじめ登録された、メールアドレスがですねこんな感じでポンとすぐに出てきますってものですね。まあ、こんな感じで僕の場合は家の住所とか郵便番号とかあとね電話番号とかね、をこの中に入れています。なのでそうすると、まあ、本当に電話とかキーワードを打つだけでポンとね電話番号を出してくれるので、いちいちねタイプする必要がなくて、まあ、これを使いこなしていくと非常にですね、まあ、日々のこう文字入力が、快適になるので、まあ、ぜひね、まあ、こう使い込みたい、パソコンを、ね、しっかりこう自分なりにカスタマイズしたいっていう方はねぜひ参考にしてみてください。あと最近使ってるのはこちらの AirDroid ですね。これは、スマホと、PC の間で、まあ、AirDrop 的な感じでこうファイルのやり取りを、できるようにしてくれるってものですね。これも前動画でご紹介したんですけれども、
まあ、Android とかね、Mac のこう連携するときにファイルをね、渡すのが結構めんどくさいときあるんですけれども、まあ、この AirDroid 入れておくと、もうドラッグ&ドロップで一発でね、こう画像のファイルとか動画のファイルが移動できるんで、これはね、すごく便利ですね。他に効率系のアプリで言うと、このマグネットとかもね、よく使いますね。これは、画面のね、上下左右とか四隅に、このウィンドウですね、アプリのウィンドウを持っていくと、自動でこの画面の半分とか4分の1とかという形に、このリサイズをしてくれると思うんですね。で、まあ、これがあると、まあ、複数の、ね、アプリをこう一つの画面で立ち上げて、まあ、全部参照しながらこうマルチタスクをするときに、まあ、非常に便利ですね。まあ、一個一個自分でこう、まあ、調節する必要がなくて、ポンと置くだけで、調節をしてくれるので、これも使っています。で、まあ、最後になんですけれども、まあ、僕の場合ね、かなりこのパソコン、PC を、複数使ってる中で便利なのが、やっぱりね、 Google ドライブですね。これはもう欠かせないですね。僕の場合は、Google ドライブのファイルストリームっていうアプリ使ってるんですけれども、基本的に、この Google ドライブの中にほとんどこの MacBook 13インチのファイルと、後ろのね、この iMac のデータっていうのが、ね、全部、ね、同居されています。で、その中でクラウド上で保存をされていて、いつでも、ね、どこからでもそれが取り出せるような仕組みになっています。で、かつ、このファイルドライブも、ね、設定がいろいろできて、このドライブ上にだけ保存をしておいて、このローカルには、ね、こう容量を保存しない。なのでこっちのパソコンの容量は一切使わず、この、ね、クラウド上だけで保管をしますっていうモードと、あとはね、このクラウドと、このローカルをね、両方同期しておいて、いちいち、ね、ダウンロード、しなくても、このローカルのところだけデータを取り出せて、すぐにね、こう編集ができる、っていうモードの使い分けができるんですね。なので僕も、普段使う、ものに関してはこちらの、MacBook 13インチとか iMac の中に入れておいて、あんまり使わないだろうなって昔のファイルは全部クラウドに保存をしておいてます。で、今使ってるものもいらなくなったらどんどんクラウドに保存してっていう形で、あんまりこう消去するって形じゃなくて、いらなくなったら全部一度クラウドに保存しておく、で必要になったらそれを取り出すっていうような運用にしています。はい。まあ、これがあるので、正直僕の場合、この新しく MacBook 変えたんですけれども、そんなにね、移行して入れるものとか、まあ、運ぶものとかね、あんまりなかったですね。基本はクラウド上にほとんどのデータがあって、それを使うためのソフトがここに入っているっていうような形ですね。まあ、一度この環境構築しておくと、まあ、パソコンが変わっても、あとはね、いろんなところに行っても同じ作業ができるので、まあ、これはぜひ参考にしてみてください。はい。というわけで、今回は、僕のね、 MacBook 13インチの中に入っている、まあ、アプリだったりとか設定についてね、お話をさせていただきました。まあ、同じように Mac 使ってる方ね、たくさんいると思いますので、ぜひ、まあ、ね、参考の一つとして、まあ、覚えておいてもらえると嬉しいですね。で、僕の場合はね、結構、まあ、動画の編集とかブログとかね、そういうところに寄ってるんですけれども、まあ、他にもね、皆さんが使う中で、まあ、こういうアプリ便利だよとか、これおすすめだよっていうのがあればですね、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。はい。で、もしね、まあ、今回の動画が、まあ、ためになりましたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのホチでした。バイバーイ。